161丁目、ヤンキースタジアム駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線と IND コンコース線の乗り換え駅である。ブルックリンクハイブリッジとコンコースにかかるリバーアベニューと東161丁目の交差点に位置し、4系統が終日、B 系統がラッシュ時のみ、D 系統がラッシュ時混雑方向を除く終日停車する。なお、 当駅の2015年の乗降客数は892万2188人であり、ブロンクス区内にあるニューヨーク市地下鉄の39駅の中で最も乗降客数の多い駅となっている。また、ブロンクス区内の乗り換え駅2駅のうちの1駅である。当駅は ADA に準拠しており、すべてのホームにエレベーターでアクセスすることが可能である。駅は、 ニューヨークヤンキースとニューヨークシティ FC の本拠地であるヤンキースタジアムに隣接しており、試合日ともなると多数の観客で溢れかえる。また、東へ向かうとブロンクス軍裁判所や政府機関、ショッピング地区などが立ち並ぶ。また、8ブロック先にはメトロロース鉄道ハドソン線のヤンキース東153丁目駅があり、徒歩10分程度で乗り換えが可能である。 i r t ゼ0アベニュ入線の161丁目、ヤンキースタジアム駅は観光線2000線と、使用されていない、急行線1線、相対式ホーム2面を有した2面3線の駅である。なお、駅は、他の IRT の駅よりもホームが長くなっているが、これは、ヤンキースタジアムでの試合日に殺到する観客を裁く、ためで臨時の出入り口も設けられている。 現在は廃止された IRT9 番外線は当駅の北側162丁目付近で IRT ジェロームアベ入線に合流していた。なお、IRT9 番外線との分岐地点は完全には撤去されておらず4系統の車内から見ることができる。IND コンコース線の161丁目、ヤンキースタジアム駅は観光線2線と急行線1線。 相対式ホーム2面を有した2面3線の地下駅である。かつては161丁目、リバーアベニュー駅だったので、一部の駅名表は旧駅名のものとなっている。中央の急行線は、ラッシュ時混雑方向へ向かう急行 D 系統が通過する。また、ヤンキースタジアムでの試合日には、北港の当駅止まりの臨時列車が運行されることがある。 ただし、この臨時列車は当駅では、南高観光線への折り返しが廃線の都合上、不可能なため北隣の167丁目駅の北側にある留置線まで改装後、そこで折り返しを行う。終日開いている改札口は、駅の西端、リバーサイドと東161丁目の交差点にあり、交差点東西の161丁目中央へと出ることができる。 反対の東端には一部時間帯のみ開いている改札口があり、こちらはウォルトンアベニューと東161丁目の交差点付近へと出ることができる。なお、駅の改装前は、改札外は東西が繋がっていたが改装後に分断。これに伴いホームへの階段もいくつか撤去されている。ありがとうございます。